平野紫仕様、陶芸への情熱が溢れる。プライベートショット公開がファンを魅了。皆さん、こんにちは。今回は人気俳優でジャニーズ事務所のメンバーでもある平野仕様の新たな一面に迫る興味深いトピックをお届けします。陶芸への情熱を持つ彼が公開したプライベートショットがファンを虜にしているようです。早速その魅力に迫ってみましょう。 平野紫仕様、陶芸に情熱を注ぐ姿にファン歓喜。近年、多くのアーティストやタレントが、自身の趣味や特技を SNS を通じて、ファンと共有する機会が増えています。その中でも、平野紫仕様は、その傾向を強く示す存在と言えるでしょう。彼は8月19日、自身の公式インスタグラムを更新し、陶芸に挑戦する姿を披露しました。 その投稿はファンから多くの反響を呼んでいます。プライベートショットには色鮮やかなカラーレンズのサングラスを身につけ、陶芸に励む平野耀の姿が収められています。お茶目な表情から真剣な眼差しまで、その多彩な表情が一枚の写真の中に凝縮されています。特に7枚目の動画では彼の失敗した表情が捉えられており、 これについてファンからは確かにやらかしている顔だとの声が上がっています。ファンからの熱狂的な反響この投稿に対してファンからは熱狂的なコメントが寄せられています。その中には真剣な表情がかっこよすぎる。惚れる陶芸中の楽しそうな姿が伝わってくる。 く君と一緒に陶芸デートしたいゆうは目遣いがたまらない7枚目確実にやらかしてる。笑い的確なツッコミが笑える。など彼の魅力に対する様々な感想が寄せられています。平野潮の新たな一面に期待平野潮はこれまでその演技力や歌唱力。 単性なルックスで多くの人々を魅了してきましたが、この陶芸への情熱を通じて、また新たな一面を見せてくれたようです。彼の真摯な姿勢やお茶目な一面にファンは大いに共感し、その人間味溢れる姿が彼の魅力を一層引き立てていることでしょう。陶芸に打ち込む平野耀のプライベートショットは、ファンの心をわしづかみにしています。彼の多彩な表情や、 陶芸に対する情熱が写真から伝わってくる投稿は、単なるエンターテインメントだけでなく、彼の人間性を感じる特別な瞬間でもあります。これからも平野仕様の様々な一面に注目が集まりそうです。読者への挨拶。平野仕様の新たな趣味にフォーカスしたこの記事が、皆さんにとって楽しい情報となったことを願っています。 彼の活動からは常に新たな魅力が垣間見えますが、今回の陶芸への情熱は、その中でも特に心温まるものでしたね。今後も彼の素敵な姿に期待です。お読みいただき、ありがとうございました。